100万寄付したんですね先日、その赤十字のウクライナの人道支援的なやつに100万円寄付したんですけど、もともとなんかあの切り抜きとか探していただければわかると思うんですけど、僕、そのウクライナに寄付はしない方向で考えてたんですよね元々、去年の初めの頃にそんな話をしたと思うんですけど、ロシアとウクライナというのが戦争していて、ウクライナが明らかに被害者側で、ロシアがひどいことをしているという構造ではあるんですけど、 とはいえ、そのひどいことをしたプーチン大統領は別に死ぬわけではなくて、死ぬのはそのロシアの兵士とウクライナの国民だったりするので、なので、お金を払ってウクライナとロシアの戦争が継続するということに支援するのはいかがなものかなというので、寄付をしないようにしようと思っていたんですが、終わらなそうなんですよね、ロシアとウクライナの戦争が。もともと1年ぐらいで終わるんじゃないかみたいに言われてたんですけど、今のところ、そのロシアの方が電を上げる感じが全くなく、 経済制裁をいろいろその西側がやったもののロシアとしてはそのままいけますよと。エネルギーに関してもロシアは割とちゃんとその保てているので、なので多分プーチン大統領の健康問題とかでプーチン大統領失脚するとかでもない限りはなかなか長く続いちゃいそうなんですよね。ウクライナがそのウクライナの,その国土を守るということに関してはある程度まあ頑張れるんですけど、 ロシアまで、今までそのロシアが抑えてる部分を全部取り返して、さらにロシアが停戦もしくはやめるわっていうぐらい、ロシア側にダメージ与えられるかっていうと、結構きついので、長く続いちゃいそうなんですよね。っていうのもあって、どうなのかなと思っていたところを、10万円寄付したぜっていうのを、いきりながら書いてるっていうのが、すげえ面白かったので、それに対して、嫌味ったらしく、いきってる皆さん見てますかみたいな感じで、100万円の寄付をしたっていうのです、は。い 日本は防衛費を増やして戦うための防備、準備を強化しようとしています。日本はもともと戦争を放棄した国だと思います。それを貫いて戦いません宣言を強化すれば、他に他国が戦争を仕掛けない日本を戦わないといっているのに戦争を仕掛けるなんて、今のプロチンのように世界中からソース感を食らうと思うんですが、戦争を放棄している国は他にもあります。日本はなぜそうできないのでしょうか戦わないことを拘りするもん戦争抑止能になると思います。と思うのは自由なんですけど、 ウクライナは住人されてめちゃくちゃ殺されてますよね。世界中からブーイングをされていてソースカンになったとしても別に構わねえぞってロシアは思ってるんですよ。ソースカンになるのは嫌だからウクライナを攻めようと考える国もあると思います。でもソースカンになったとしてもウクライナ人を殺してレイプしてウクライナの富を奪った方がいいよねって思う国もいるんですよ。 なので、日本の周りの国が、別にそうス買っても全然いいです、俺たちは国連常任理事国なんでって言って、日本人をあのぶち殺して、日本人をレイプして、日本の資産を奪うっていうのをやるっていう人がいたときに、僕は殺されてくれないです、殺されてもいいですっていう人が、戦争するぐらいだったら殺されてもいいですっていう人がいるんだったら、 それはそれで、あ僕はあのあ、そういう考えなんだなと思うんですけど、なので、そういう考えの人が日本で多数派になったとしたら、僕は日本には帰りません。僕、今、フランスっていう国に住んでるんですけど、やられたらやり返すし、オマぐらの国が攻めてくるんだったら核撃つぜって言ってるんですよね、フランスは。なので、ヨーロッパっていうのは、イギリスが抜けちゃいましたけど、核があるので、ロシアが何かやってきたら核撃つぜっていうのがあるので、ロシアはやりづらいんですよ。 例えば僕が日本に帰っているときに、どっかの国が攻めてきて、私たちの国は戦いませんよって言って、家族とか親戚とか友人とかがぶち殺されますってなるんだったら、僕は多分日本には一切帰らずに、友達とか家族とかにフランスに来たらって言って、家を貸したりするんじゃないかなと思います。 ヒロクさん、ウクライナ寄付しますか寄付だったらすいません。個人的に寄付したいなと思います。グーグルでウクライナ寄付で検索すると、リスティング効果が多く、なんか厳密しました。Twitter の在日ウクライナ大使館の銀行振込が一番コスパいいですかねえっと、寄付をするのであれば、在日ウクライナ大使館に寄付するのがいいと思います。寄付する人たちは全然寄付すればいいし、僕も寄付する人が増えたらいいなとは思ってはいるんですけど、ウクライナの今の寄付って、戦争を継続するためのお金の寄付なんですよね。なので、戦争が終わった後に、荒廃したウクライナを こうさせたいですっていうのであれば僕は寄付すると思うんですけどロシアの人を殺すためのお金でもあるし寄付した結果戦争が伸びてウクライナの人が死ぬ可能性もあるお金なので僕はあまり寄付したいとは思いませんただウクライナで困ってる人たちもいっぱいいるし寄付した方が救われる人がいるだろうなというのはもちろんそうだと思いますはい。 なので僕は寄付する人がいることは全然いいことだし、それが正しいか間違ってるかで言えばきっと正しいことだとは思うんです。ただ、なんかね、僕は人が死ぬ結果につながるお金を僕が払うのはあまり僕は正しいとは、僕は思わないです。皆さんがやる行為は正しいと思いません。追加への寄付って無意味だと思いますかまだ餓死してるらしいですよね。 菓子は起きているんですが、食料を分配しようとするとその国の政府だったり民間機関のそれなりに規模の大きいところに配るんですけどそうすると政府の人たちが自分たちの周りだけ配ってよしとじてしまうだったり。 それなりに大きい民間団体に配ってもその民間団体の人たちが横流しをして大儲けをしてしまったりして終わるということが多いので寄付をする行為自体はうまくいく地域もあるのですが最終的に本当に必要な人に届くシステムまで準備しないと途中で中抜きされて終わることが多いです。着服してて終わるが多いんんででですよよももこれ日本もそうだよだってさ福島の除染かなんか、ね 年間の売上が数十億になってるけど全部なんか外国人の違法労働だったみたいな会社あるよね外国人の人を無理やり働かせて福島の除染って言ってはい放射線服着せて作業させるみたいなのやってピンハネしまくるみたいなあれもさ結局中抜きなわけですよだから税金を払って福島の放射線の多い土地っていうのをなくしましょうっていうのをやってみたら社長の飲み台になったっていう なのであの中抜きってどこの社会でも起こるのですよロシアとウクライナの戦争は今後どうなりますかっていう質問が来たんですけど 網走の青年会議所が主催したイベントで、ロシアといえば小泉さんっていう、あの、東大先端研究所ん先端学研究所奥さんがロシア人っていう、あの、小泉さんと久しぶりの話をしたんですけど、いろんなパターンをこう、いろいろ小泉さんに聞いてみたんですけども、やっぱり話を聞いてみるに、ロシアが負けるという状況を作り上げることが、ちょっと難しいよねという状況なんですよね。 ロシアが勝つっていうのを、何をもってロシアが勝つ、何をもってロシアが負けるかっていうのをまして、それぞれの価値観になるかもしれないんですけど、ロシアの人たちが負けを認めない限り負けではないっていうところがあるんですよね。他の国が戦争で負けた場合、例えば日本っていうのがなんで負けを認めなきゃいけなかったか、第二次世界大戦の時に。 石油とかガスとかがなかったのでエネルギーがないのでそもそももう生活できなくなるよね。なのでもう勝ちか負けるかっていうのはもうはっきりするよねっていうのがあるんですけどロシアの場合はエネルギーも食料生産も割と自活できちゃってるんですよね。半導体とととかかかそののの先端化学系のものとか手に入らないとか 薬が手に入らないとかはあるので多少の,その寿命が短くなりますよとか幸せな生活からちょっと不便な生活になりますよっていうのなんですけどそれが薬品とかスマホとか手に入らなくなったとしてロシア人がガチ切れしてクーデターを起こすかっていうとそういう国民性でも文化でもないと。 っていうののででくくと経済生産が続くのでロシアという国の存在感はだんだん薄まるんだけどただロシアとウクライナの戦争自体はプーチン大統領が生き続ける限りはずっと続いてしまうのではないかなというのが今の僕の最近のいいろろ見た限りの結論です西側の情報とか新聞が多いのでそのロシアの人たちがどう考えるかどう書くかとかロシアの人たちの実態の数字っていうのを見ないで結構話す人が多いんですよね。 最近あのテレビでエマニュエル・トッドさんっていうあの人工学者の人と木村太郎さんと橋本元大阪府知事さんが橋本徹さんが話をしてるやつをちらっと見たんですけどロシアとウクライナーどうなりますかって話をした時に木村太郎さんがロシアが生き残るかどうかという話じゃなくてロシアをどうやって倒すかという話をするべきだよねみたいなことを言ってたんですよ。 実態としてロシアがどうなりますかウクライナがどうなりますかっていう事実を知りたいんじゃなくてウクライナがいきなりロシアからぶん殴られてなんとかしなきゃいけないよねロシア倒した方がいいよねっていう感情とか心情とかそれやらないと中国が攻めてきたりしてでやったもん勝ちになるからまずいよねっていう気持ちとかは分かるんですよ。ただ実態をどう把握するかっていう時にこうなってほしいよねっていう願望を入れて話をすると予測が間違えるんですよね。 木村太郎さんがそのロシアをどうやって倒すかっていう議論をしなければいけないっていう時点であこの人は多分そういう考えができない人だなと思ったんですけどエマリア・ジッドさん淡々と人口動静とか話をしていてソ連が崩壊する時っていうのは新生児の死亡率が高かったとなのでもうこの国やってらんねえよってなったんですけど新生児死生率とかもずっとあのプーチン世間下で良くなってるんですよね平均寿命とかも伸びてたりするのでロシアの国民としては昔に比べると良くなってるよねっていうのがあまり変わってないんですよ。 西側から見てる、日本の人たちから見てると、経済制裁とかもあるし、金持ちとかがロシアから逃げ出してるとか、ID 系の人がロシアから逃げ出してるとかっていう、そういうニュースばかりを見るので、優秀な人どんどん減ってんじゃないのっていう風になるんですけど、所詮数百万人なんですよね、抜けてるのが。ロシアって3億人、あれ、2億 ?3 億 ?3 億か。3億人の人口がいるので、それぐらいの優秀な人抜けても別にいいよねって国なんですよ。 超絶優秀なやつに国を引っ張ってもらおうとかっていうタイプの国ではなくて、超絶優秀な人でも粛清しちゃって、無能でもなんとか回すっていうので、3億人を回してるっていうタイプの国の作り方なので。 なので、結果としてやっぱり、その、ロシアが優秀な人たちがいなくなったり、金持ちがいなくなったりしたから、俺たちも国壊してクーたターしようぜっていうとなかなかならず、優秀な人とかも粛清されて死んでしまったりするので、結果、優秀な人がいなくてもある仕組みっていうのをずっと生き残らせてるっていう。すみません、人口3億いないです一1.4億ですか、すみません。っていうのもあるので、まあ、なかなかロシアとのウクライナの戦争は終わらんよねと。仮にじゃあ、ウクライナから完全撤退してしまうと、 ウクライナが NATO に加入してしてまう可能性があるんですよね。うん、NATO っていうあのアメリカとヨーロッパがやってる軍事同盟にウクライナがまあ入りたいって言ったのがもともとのロシア・ウクライナ戦争のきっかけであると言われてるんですけど戦争の最中の国 NATO に入れちゃうと NATO に入った時点でじゃあロシアとアメリカとヨーロッパの国がガチで戦争し始めなきゃいけないっていうのがあるのでなのでそのウクライナがロシアと戦争してる限りは NATO に入れないよっていう状況ではあるんですよ。 なんでそのクリミア半島とかでずっと内戦をしてたりとか、ドンバス地区とかでずっとなんか内戦をしてるような感じで、表向きな大きな戦争はないけど、一部地域ではずっとなんかダラダラと戦争が続くっていうのが、10年ぐらい続くんじゃないかなと思います。なんで10年かっていうと、多分プーチン大統領が死ぬまではそのロシア・ウクライナ戦争変わらないと思うんですよね。 プーチン大統領がもしロシアとウクライナでウクライナに対して負けを認めた場合に政治的な権力が失われてしまうと思うんですよね。韓国の大統領とかって大統領辞めるとなぜか刑務所に行ったりとかなぜか自殺という形で亡くなられたりとか死刑になったりとかっていうので失脚しがちなんですよね。プーチン大統領も長年のいろんな何十年もずっと権力を握ってたので多分権力の座から落ちるとこんな悪いことしてたよね腐敗してたよねっていうのが ババンバン明るみに出て刑務所か、まあ、下手したら暗殺みたいな状況になると思うのでプーチン大統領にとってみるとロシア・ウクライナ戦争って自分の命がかかってるんですよね。これ負けたら俺殺されるじゃんみたいな社会的に殺されるというのも含めて。なのでそのプーチン大統領自身が自分からやめるわっていうカードはまずないだろうなっていう気はしてます。